ドクワトソンはアメリカ合衆国のギタリスト。盲目のギタリスト、フォークシンガーとして知られた。ブルーグラスギターの第一人者。1923年3月3日、アメリカ合衆国のスカロライナ州ディープキャップ出身。家族が音楽好きの一家であり、物心がついた頃より様々な音楽に親しんでいる。プロとしての活動は1954年頃から、 行っていたが、レコードデビューは1964年と40歳を過ぎてからの遅咲きであった。息子のマール・ワトソンと共にレコーディング、ツアーを続けていたが、1985年にマールが事故で急性しかし、その悲劇を乗り越えて、数多くのセッションやライブ活動を精力的に展開した。2012年5月29日。 ノースカロライナ州ウィンストンセーラムのウェイクフォレスト・バプティスト・メディカル・センターにて聖居。89歳没。クロスピッキングを駆使したフィドルチューンの曲芸的な即弾はベースラインが非常に凝っており、クラレンス・ホワイト、トニー・ライス、ノーマン・ブレイク、ダンクレア・リーラをはじめ多くの後進のブルーグラスギタリストたちに影響を与えた。ありがとうございます。